はい、では始めます。必要なものはファンデーションかコンシーラー。今回はこちらの NYX のファンデーションを使います。そして、お使いのプライマー、できればクリーム系がいいと思います。そしてアイブロウポマードを、入れる容器、私はこれがちょうど空いて、あの中のものが綺麗に取れたのでこれを使うんですけど、別にあの違う容器でも OK です。そして、まあ、自分のアイブロウポマードにしたい色のアイシャドウでもいいし、これは、アイブロウパウダーだから結構前に使ってたやつなんだけど、今回はこちらの色を使います。皆さんは自分の色に合わせて、アイシャドウかアイブロウパウダーを使ってください。で、今回はね、あの、なんだろう、潰すので何か先端が欲しいので、こちらのこれをピンセットのこっちを使っていこうと思います。そして髪、まあこれはあのやりやすいようにと思ってこれを使います。はい、ではまずはこれを潰していこうと思います。使う分だけを出していきます。はい、こんな感じで出せたので、できるだけ細かくしたいから固まってる部分のとこをちょっと潰していく感じ。まあ出した時に結構粉々になったので大丈夫だと思うんですけど、もし大きい粒とかがあったらそれを潰す感じで、サンサンとした感じの方が混ぜるときに混ぜやすくなるので、これは多分大丈夫そうです。大きいやつだけ潰していきます。そしたらこの容器に作りたい分だけのファンデーションや、コンシーラーをのせていきます。これくらいかな。で、量はファンデーションがこれくらいだとしたら、プライマーはもうちょっと少なくても OK です。これくらい。そしてここにさっき潰したパウダーをのせていきます。そして混ぜていきます。で、混ぜていくにつれてなんか色が足りないなと思ったら増やしても OK です。私はちょっと増やそうと思います。こんな感じでまた増やしました。結構ファンデーション入れたので量が多かったかも。皆さんはもうちょっと少なくても OK です。私はちょっと多めに作りたかったので。はい、そしてこんな感じになりました。手が汚くてすみませんこんな感じで、今はちょっとまだ水っぽいけど、多分日が経てばもうちょっと固まるかなと思います。ではちょっと試してみたいと思います。最初は本当にちょっと取った方がいいと思うから、こんな感じ。結構発色良くて描きやすいと思います。こんな感じ。ちょっと眉毛に見えないかもしれないけど、こんな感じです。はい、じゃあ早速こちらのポマードをちょっと使ってみたいと思います。絵だけじゃね、ちょっとね参考にならないと思うので、実際に使ってみようと思います。で、ちょっとの量でから少しずつつけていこうと思います。ちょっとね、あのノーカットでいきたいのでこんな感じでやってます。
すごい、ちょっと撮っただけでこんなに濡れてる。で、下が結構一発目が結構ついたので、下から商品を取るように。うん、こんな感じ。すごい、ちょっと取っただけでこんなに濡れました。まあ失敗したらね、周りにコンシーラーで修正も効くので、でもいい感じにできたと思います。こんな感じで、うん、悪くないかな。ちょっと付け足してみようかな。ちょっとね、本当にちょっとだけでだいぶ取れるから、一回取ってティッシュにちょっと拭いてからやった方がいいかもしれない。うん、いい感じ。こんな感じです。じゃあ反対側もやっていきたいと思います。アイメイクの前に眉毛描いちゃうから、すごい違和感すごいね、これ。はい、こんな感じ。もう少しだけ濃くします。一回カットね。はい、そしてこんな感じでアイブロウができました。いやー、すごいいい感じにできて、本当にね、前にこのやり方は私が作ったやり方ではなくて、前にいろんな人がこういうやり方で、自分のアイブロウポマードを作ってる人を見て、で自分は試したことなかったので、ぜひこれを試しながら紹介したいなと思って共有させていただきました。で、まあ自分はたまたまね、こういう入れ物が空いてて、ちょうどよくいい感じの入れ物ができたんだけど、別に本当に蓋がある容器であれば何でもいいと思います。で、こんな感じで本当にいい感じの色ができて、自分の髪色にも合うなと思って、いつも使ってるね、カラーポップもすごくいい色なんだけど、ちょっと明るいなって最近感じ始めたのが、髪の毛のグラデーションがね、だんだん伸びていくにつれて、このグラデーションは下に下がっていくので、自分の地毛の色がね、メインになってくるから、ちょっとね、こっちだとこう、わかるかな、ちょっと髪の毛の色とね、ちょっと浮いちゃうかなって最近思ってたので、こっちがね、いい感じになってきたなと思って、本当に、うん、トーンが合うなと思って、でこれだけ本当トーンが違ってくるので、これはこれでこの季節用にできてよかったなと思うし、この色なんとなくなんだけど、ちょっとねアナスタシアのやつに似たかもしれない。でなんとなくね、このダークブラウンっていう色がアナスタシアので持ってるんだけど、なんとなくね、色はちょっとだけほんの少し似てるかなと思いつつ、あとマックのずっと前のなんだけど、これもね、前使ってたやつで、これもディープダークっていう、ディープダークブルネットっていう色が近いかもしれない。ちょうど今の髪色にすごく合うかなと思います。で、本当に家にあるものでできるし、あとは自分の色をね、探すのって結構難しいと思うんだけど、事前にいろんなパウダーをこう自分の手の甲で試してみてからでも全然いいと思います。私は手探りでやってたんだけど、まあこれを作る前にね、手の甲でいろいろパウダー合わせてみて、で割合とか見てね、そうすれば完璧な色ができると思います。あとやっぱりね、ファンデーションとかコンシーラーとか使うので、多少元のパウダーの色よりも薄くなってしまうので、それが今回ね起こったことだから、ちょっと濃いめのパウダーの方がいいのかもしれないです。あとは持続なんだけど、ワックス系の
アイブロウとか嫌いな人はもう多分ポマードとかこういうのって全然合わないのね。でも一日中持ってほしいっていう人にはすごくおすすめできます。なんでかっていうと、ちゃんと下地をつけることで持続する時間を伸ばしているので、本当こんな感じで全然つかないので、持つ時間は長いと思います。ではそんな感じで今日のビデオを終わります。見ていただきありがとうございました。前回の動画をここら辺に載せておきます。もしよかったらチャンネル登録お願いします。そして通知ボタンもオンにしていただけると、アップするたびにと生放送するたびに通知がいきます。そしてインスタグラムもよろしくね。バイバイ。